お待ちしておりました。有川と申します。よろしくお願いします。暑い中ありがとうございます。ないです、ありがとうございます。実は菅さんと私は同じ大学で学んだ同級生です。自らがゲイであることをオープンにしていた菅さん、いつも多くの人に囲まれている人気者でした。 SNS のフォロワー数は4万人を超え、世界で絶大な人気を誇るリアリティ番組に出演したことも。 Yes, I still have to tell myself。菅さんの周りに本当にいつもいろんな人がいるっていうイメージだったんですけど、うん、大学生の頃はどうですか？自分らしく生きていいんだって思えるようになったのも大学時代で。そうだったんですか。はい。そんな菅さんですが、男女でしか区別されない学校生活に馴染めず、不登校の時期もあったといいます。体育の授業が出られない理由が、なんかその着替えるのが怖いとか、なんかそういうジェンダーが現れる場所で不安になっちゃうことが多かったなって。何に自分が違和感とか不快感とか恐怖を感じてるかが分からなかったので、だからこそ怖かったです。最愛のパートナーとなるトムさんと付き合い始めたのは5年前、菅さんのイギリス留学がきっかけでした。帰国後、2人はお互いの国を行き来しながら交際を続け、結婚を考え始めます。しかし、日本では今も同性婚は認められていません。どうしてって思います。どうして結婚できないのかなって。トムとしては、なんか多分僕のことものすごく尊重してくれているからこそ、僕の国でも日本でも結婚が認められて、で将来的に日本で住むことができたらいいなと思って。日本で結婚したい、同性婚が認められるように二人は SNS などで声を上げ続けてきました。そんな中、新型コロナの感染拡大によりイギリスから日本への入国は家族に限られてしまいます。家族ではないトムさんとは1年半以上会うことができなくなってしまったのです。国際結婚できてる異性カップルだったら、なんとか行き来はできるんですよね。でも僕たちは絶対にできない、必然的に日本で、まあ、結婚ができない状況なので、イギリスで結婚しようという判断をしました。共に人生を歩むためには、生まれ育った日本を離れるしか選択肢はありませんでした。帰ってくる切符とか持ってないわけですね。すごいね。片道切符で。リアル片道切符。最愛の人に会うためには多くの犠牲も払わなくてはなりません。パートナーと会えるのは嬉しいけど、友達とお別れしないといけないっていうのは悲しいし、なんかやっぱその自分の人生の決断の中に選択肢がないっていうのはどうしてもおかしいと思う。でそれは僕だけじゃなくて、起こされてる人たちもいて、その人たちも同じ気持ちでいるし、なんかこうやって密着していただいてお伝えをしないと届かない、なんでなんだろうなっていう気持ちがあります。家族、友人、仕事、すべてと別れ降り立ったロンドン。コロナ禍なので人が全然いません。出口、
てトムちゃんが待ってくれてると思います。待ち焦がれていたトムさんとの新生活です。どっちがお料理得意ですか？どっちだろう。Which of us is better at cooking? わかんない。でも We take turns だよね、はい、順番に夜ご飯作ってます、昼朝ごはん。I still get really confused. Like, I miss the chance to take off my mask when I'm outside. I feel like I need to wear it all the time. 冷凍していて感じる日本との違いは感染対策だけではありません。まあ、僕たちが手つないでようが何してようがあんまりみんな関係ない、気にしない印象はあります。イギリスの方が、トムちゃんと外出て歩きやすかったり、まあ、手つなごうと思えば簡単に手つなげるような環境だなって思ってます。それでも手放しに喜ぶことはできません。本当に同性異性愛し合ってる2人なんですよね。でもそれが認められるかどうかって本当にその国とか制度によって決まってしまっている。国を出ないと自分が好きな人と結婚できないような状況にあるっていうのは変わるべきだと思ってます。イギリスに渡って2ヶ月、結婚式当日を迎えました。イギリスで初めてカンさんとトムさんは家族になることができました。嬉しい。Yeah, we did it. We did it. ただ、二人にとってこれはゴールではありません。We're immensely lucky that we had the opportunity to get married here, but that's not all recognized in Japan. So we hope that that one day we can have a celebration. これからも僕たちだったり日本で結婚したい人たちが結婚できるように、その選択肢が得られるように一緒に声を上げていけたらいいなと思っています。